今日は2つのモデルの比較試乗レビューをお送りしたいと思います。今回のテーマに選んだのはプレストコーポレーションを通じて日本へは逆輸入車として導入されているヤマハの海外向けクルーザーのフラッグシップモデル XV1900A ミッドナイトスターと XV1900CU レイダーです。この2台スペックシートを見てみると搭載されているエンジンの形式が全く同じなので、スタイル、デザインが違う以外はその乗り味が似ているんじゃないかと考える方も多いかもしれませんが、実際に乗り比べてみると似ている部分を探す方が難しいというほどこの2台の乗り味は異なっています。ということで今日はこの2台を乗り比べてその魅力の違い、乗り味の違いを皆さんにお伝えしたいと思います。それでは早速この2台のスペック、装備などを映像でざっとご紹介します。まずこの XV1900A ミッドナイトスターの乗り味の特徴としては、とても優雅な走りということが一つ言えると思います。例えばこのようにスロットルを大きく開けて加速するときも、確かにエンジンからの強い鼓動感、バイブレーションというのは伝わってくるのですが、加速するその感覚自体がとても優雅というか、スーッとスムーズに加速していくという感じで、この乗り味というのはまあ、クルーザーとしてはもちろん楽しいのですけれども、長距離ツアラーとしてもなかなか優秀なのではないかと感じられます。またハンドリングに関しても、これも車体全体の低さ、ライダーの着座位置の低さが大きく影響していると思いますが、ライダーはかなり低い位置からこの車体を操ることになるので、高速道路のレーンチェンジもややおっとりとしているというか、まあ、ゆったりとレーンチェンジしていくという感じで、ハンドリング自体はシャープとは決して言えませんが、これはこれでこの手のクルーザーとしてはキャラクターによくマッチしたハンドリング、車体の挙動になっていると思います。はい、そして次に注目のエンジンについてですが、まあ、シートの厚みがややレイダーよりも厚いということもあるのかもしれませんが、エンジンのバイブレーション自体はあくまでもまろやかという感じで、まあ、このあたりもですね、ツアラーとしても優れていると感じられる部分だと思います。今私はトップギアの5速で走っていて、速度はだいたい80キロ強、そしてエンジンの回転数は2000回転ちょうどというところで走っているのですが、まずはシフトチェンジせずにこのままスロットルを大きく開けてみたいと思います。はい、こんな感じですね。この XV1900A のエンジンはやや鼓動感がマイルドだとコメントしましたが、ただトップギアで先ほどのようにワイドオープンすると
ほぼ XV1900CU と遜色ないぐらいのバイブレーションが味わえて、このあたりはこのエンジンのとても楽しい部分だと思います。それでは少し回してみたいと思います。はい、今4速ですね。はい、今3速、今3速で速度はだいたい80キロちょうど、そしてエンジンの回転数は先ほどからだいたい800回転ぐらいですかね、上がって2800回転ぐらいのところなんですが、この状態ではエンジンの方は、まあ、かなり一生懸命回っているという感じなのですが、フェアリング、カウルなどを搭載していないので、目の前にある空気の層を押しのけながら力強く進んでいるという感じで、このエンジンを回した時の疾走感というのも、これはこれでなかなか楽しいなと思います。また私個人としては、こういったフォワードコントロール気味のフットボード、そしてシーソー式のチェンジペダル、こういった操作系を採用したバイクに久しぶりに乗ったのですが、まあ、実は個人的な好みとしてはあまり好きではなかったのですが、このように高速道路を流してみると、これはこれでなかなか快適で楽しいものだなと思えてきます。ごく低回転域からトルクを発生するこの大排気量 OHV V2E エンジンを搭載しているので、せわしなくシフトチェンジすることなくゆったりと乗れるので、まあ、これがですね、とても楽しく感じられる大きな要因だと思っています。はい、ヤマハ XV1900A ミッドナイトスターでワインディングを走り始めました。まずこの大排気量の OHV V2E エンジンですが、やはりこうしてワインディングに持ち込んでも2000回転に届かないような、そういった回転域でもこの巨体を太いトルクでぐいぐいと前に押し出すという感じで、当然のことではありますが、パワー不足を全く感じさせません。それどころか、こうして流しているだけでもかなり太いトルクの乗り物に乗っているんだなという実感に満ち溢れていて、この XV1900A 独特の世界観だなという感じがします。バイブレーション自体はかなり豊かにライダーに伝わってくるのですが、そのバイブレーション自体の質はあくまでも角の取れたまろやかなものという感じで、まあ、乗っていても本当に心地いいという感じですね。開け閉めが多いワインディングなので、時折強めに伝わってくるエンジンのバイブレーションがライダーにとってはとても良い刺激になって、こういったワインディングを流すようにクルージングするというのも実に楽しいものだなと思います。やはりこうした静かなワインディングを走るとよくわかるのですが、のぶとい排気音ではあるけれどよく消音されている、これもまたですね、 XV1900A のこの優美な姿とマッチしているものだと思います。はい、そしてブレーキに関してですが、ヤマハの前後連動ブレーキ UBS が搭載されていて、このリアブレーキのペダルを踏むとリアブレーキがメインに作動するわけですが、フロントにも適切な範囲内で制動力が配分されるということで、クルーザーモデルに乗っている方というのはほとんどリアブレーキを中心に走りを組み立てる方が多いと思うので、これは多くのクルーザーファンにとっては歓迎される装備なのではないかと思います。そしてハンドリングに関してですが、ライダーの着座位置がとても低いので、この大きくて重たい車体をゴロンと転がすようにしてコーナーリングしていくという感じで、このコーナーリング感覚自体もこの XV1900A 独特のものではないかと思います。また曲がり方自体もいわゆるですね、タイヤのキャンバーを生かして、キャンバースラスを生かしてコーナーリングしていくというような感じで、まあ、これもこの XV1900A の独特の乗り味を構成している一つの要素だと思います。まあ、どちらかというとこの XV1900A ミッドナイトスターはハンドリング、そしてエンジンのフィーリングなどもイージーライディングに向いているような気がします。それほど頑張らずに、あくまでもエンジンの低速域のトルクを生かしてゆったりと優雅に走っていく、そういった走り方がやはりこの XV1900A ミッドナイトスターには似合っているような気がします。はい、今度は XV1900CU レイダーに乗り換えてワインディングを走り始めました。まずスペックシート上の最大トルクが違っていることからも明らかですが、こちらのレイダーのエンジンの方が一段力強く感じます。また振動自体もかなり硬質で、このシートの真下からまるでピストンがライダーのお尻を蹴り上げているような、まあ端的に言ってしまうと乗り味としてはバイクに乗っているというよりもエンジンそのものにまたがって走っているような、まあ、いずれにしてもエンジンの乗り味自体は XV1900A ミッドナイトスターとかなり違うということをお伝えしておきたいと思います。次にハンドリングですが、このフロントフォークの見た目上のキャスター角に対して
実際のステアリングシャフトは少し立っているわけですね。その角度は約6度ということで、これをヨーク角というんですが、このヨーク角が設けられているおかげで、この XV1900CU レーダーのハンドリングというのはロードスポーツ並みに良いと言っていいと思います。実は先ほどからこのワインディング、レーダーの力強いエンジンに合わせて少し飛ばしたりもしているのですが、まあ、そういった時でもこのレーダーのハンドリングというのは全く破綻する気配もなく、また U ターンをしている時、そして先ほどから脇道にも入ったりしているのですが、まあ、そういった時にもイン側に切れ込むような癖というのは緩和されているどころではなく、ほぼ完璧に消されているという感じで、まあ、この辺りのハンドリングの良さというのもこのレーダーの大きな魅力だと思います。そしてもう一つの特徴ですが、このリアのワイドラジアルタイヤががっちりと路面を捉えている、そしてこのタイヤの扁平率自体もかなり高いので、スロットルをパカッと大きく開けた場合も路面をがっちりと掴んで強く路面を蹴りながら前に進んでいくという感じが、この点についてはスーダン XV1900A ミッドナイトスターよりも強いと思います。またコーナリングするときも XV1900A ミッドナイトスターの場合はコーナリングに入ってからはなかなか進路変更を受け付けないというぐらい、それぐらい安定性が高かったわけですが、この XV1900CU レーダーの場合はコーナリング中であっても、まあ、スーパースポーツのようにシャープではありませんが、進路変更もかなり容易ということで、まあ、このあたりもですね、車体の扱い方というかライダーの乗り方にも大きく影響してくる部分なのではないかと思います。このあたりの自由度の高さもあって、やはりこの XV1900CU レーダーの方がワインディングでは一段速いバイクだなと思います。はい、そして次に前後ブレーキですが、この XV1900CU レーダーは前後連動ブレーキは採用していません。ただ前後ブレーキともにかなり優秀で、まあ、このリアのワイドラジアルタイヤが路面をがっちりと捉えているということもありますが、まあ、例えばこのリアブレーキを思い切り踏んだとしてもリアタイヤはなかなかロックしないという感じで、まあ、このリアブレーキはもう限界ギリギリまで使える、そういったリアブレーキになっていると思います。またフロントブレーキもかなり優秀で、まあ、こういったクルーザーモデルの場合はフロントブレーキがプアでレバーを握る気にもなれないという、まあ、そういったモデルもたまにあるわけですが、この XV1900CU レーダーのフロントブレーキというのはかなり優秀で、これはですね、もうロードスポーツ並みに使えるフロントブレーキといって過言ではないと思います。このどこまでも破綻しない優秀なハンドリングと一段強力なエンジン、そしてこのリアのワイドラジアルタイヤの強力なグリップを生かしてワインディングを少し元気よく走ってみるのも似合うバイクになっていると思います。はい、今度はキロを利用して XV1900CU レーダーを高速道路上で試乗しています。今私はトップギア5速で走っていて、速度はちょうど80キロ、タコメーターがついてないのでエンジンの回転数は想像するしかないのですが、2000回転前後なのではないかと思います。それではこの状態からそのまま少しスロットルを開けてみたいと思います。はい、いかがでしょうか。カメラがですね、今少し揺れたので、まあ、この加速の雰囲気もちょっと XV1900A ミッドナイトスターとは違うなというのがお分かりいただけたのではないかと思いますが、まあ、このようにですね、トップギアでワイドオープンした時の振動もかなり高質でライダーにはっきりと伝わってくるという感じがします。はい、それではですね、少し回してみたいと思います。はい、4速、3速、はい、今3速ですね。3速で速度は同じく80キロぐらいなんですが、やはりですね、回している状態でもこのレーダーのエンジンの方が明らかにエンジンの振動は大きいですね。はい、そしてスロットルをワイドオープンするとこんな感じで猛然とダッシュするという感じで、最高出力の表記というのはスペックシートにもないので、想像するしかないのですが、おそらく最高出力、ピークパワー自体は XV1900A ミッドナイトスターとそれほど変わらず、だいたい100馬力前後なのではないかと思うのですが、やはりですね、トルクが太い分、こちらのレーダーの方が加速力も一段上手という感じがしますね。しかもですね、リアの超ワイドラジアルタイヤががっちりと路面を捉えているので、まあ、それこそライダーに容赦ないというか、ライダーの腰のあたりに当たるシートのストッパー、これがないとちょっと厳しいんじゃないかというぐらい、このレーダーの加速力は凄まじいものとなっています。
はい、そして次にハンドリングに関してですが、例えば高速道路上でこのように車線変更した時も、XV1900A ミッドナイトスターの方は車体が倒れてややしばらく経ってから進路が変わるという感じだったのですが、この XV1900CU レイダーの方はこのように車線変更するとライダーが体をインに入れるのと同時にステアリング周りが反応してすぐに車線変更が完了するという感じですね。まあ、このあたりやはり走行の自由度という意味ではこの XV1900CU レイダーの方が高いような気がしますが、高速道路を惚れ惚れするような直進安定性に任せて悠然とそして優雅にクルージングしていくという意味では XV1900A ミッドナイトスターの方が優れているような気がします。まあ、それぞれのバイクハンドリングや乗り味全く違うわけですが、一つ共通している特徴としてはクラッチがとても軽いということが挙げられると思います。実はこの現行型の2台はアシスト&スリッパークラッチを内蔵していて、クラッチ操作を積極的にできる、いくらクラッチ操作をしても左手が疲れないということで、バックトルクを逃がしてリアタイヤのホッピングを抑えるというよりはこのクラッチレバーが軽くなるという効果の方がこの2つのモデルにとってはメリットが大きいような気がします。まあ、これだけ強烈な個性を持っている2台、重箱の隅をつつくような細かいことをあれこれ言うようなバイクではないと思います。そういった意味ではこの2台に関しては大きな欠点弱点はなくとてもいいバイクだと思うのですが、まあ、2台に共通する、まあ、ちょっとだけ残念な点を言えば燃料タンクが2台とも16リットルということで、まあ、これだけ長距離を走るのが楽で楽しいバイクであるので、あと 2,3 リットル燃料タンクが大きければなと感じるライダーも多いのではないでしょうか。はい、ということで今日はプレストコーポレーションを通じて日本へは逆輸入車として導入されている XV1900A ミッドナイトスター、そして XV1900CU レイダーを乗り比べてみました。最近では一段落した感もありますが、近年ではクルーザー人気が長い間続いていたということもあり、おそらく日本のクルーザー市場というのもかなり成熟してきているのではないかと思います。そんな中にあってこの XV1900A ミッドナイトスター、そして XV1900CU レイダーというのはおそらく日本に導入済みの台数というのもそれほど多くないのではないかと思います。この成熟した日本のクルーザー市場において散々さまざまなクルーザーモデルを乗り倒してきたというライダーも人とは違うモデルに乗ってみたい、もっと個性的なモデルに乗ってみたい、まあ、そういったさまざまなニーズがあると思いますけれども、おそらくそういうライダーにもこの XV1900A ミッドナイトスター、そして XV1900CU レイダーというのは金銭に触れる部分があるのではないかと思います。